こんにちは、平田くチャンネルです。こんにちは。今回は技術動画バックドライブです。はい、バックドライブの極意、白石コーチお願いします。前あのディスカリアのシザー動画で出てくれた白石コーチです。はい、うちの、スタッフなんですけども、まあ、彼は非常にバックがめちゃくちゃ上手。まあ見た通りちょっと人よりあの体は大きめ大きめかやし、まあその分人より動かない分めちゃくちゃバックが上手っていうなので今回はあの白石コーチのめちゃくちゃ得意なバックドライブをぜひ技術動画で紹介していただきたいと思いますので、それではよろしくお願いします。お願いします。まあちょっと高めのボール、下回転でも上回転でも一緒なんですけど、速いボール打つときはインパクトを強めに行きたいんで、面を低いボールやったらやっぱ結構かぶせると思うんですけど、低いボールよりは開きます。はい、でラケットの引く高さとかは、まあ、ボールに合わせてあげる。例えば自分の胸の高さぐらいやったら、まあ、ほとんど同じぐらい胸の高さぐらいにラケットを引いてあげる。それが例えば下からとか出ちゃうと高いボールなんで、例えば角に当たったりとかオーバーミスしたりとかっていうのが増えてくるんで、ラケットの引く高さはボールと同じぐらいの高さで引いてあげてください。ボールの捉え方は、まあインパクト強くいくんですけど真後ろではないですね。まあ、これがボールとしてはボールのちょっと左上ぐらいを、下回転でも上回転でももうそこボールのちょっと左上ぐらいを捉えてあげた方が、まあ、多少回転もやっぱ自然にかかってくれるんで、まあ、内側よりはこっち側捉え、ボールの左側捉えた方がやりやすいです。スイング自体は結構前に振ります。これがこう上に上がったりとか逆にこう押さえつけたりするとボールが安定しないで、結構スイングはもう自分の体の前でまっすぐ前に振り切った方がボールは入りやすいです。ミスが少なくなってくるんです。バックスイングは、まあ、体があるんでバック自体はそんなバックスイングはまあ取りづらいんですけど、本当に強くいくときは結構引いた方がいい。もう自分の体に当たるか当たらないかぐらい引いてあげてポンと前にそのまま打ってあげる。まあ、肘はやっぱ動かさない方がいいです。なんでかというと、まあ、肘動くとやっぱこう横に流れちゃったりとか、まあ、逆に、まあ、こっちではあんまないんですけどこっちに振るんで、まあ、肘ができるだけ動かないようにしてあげた方がちゃんとインパクト出せるんで、流れないように止めたまま。で、あとは、まあ、肘中心で基本、まあ、手首も使うんですけど手首使いすぎない方がいいです。基本は前腕と手の甲でぶつけに行くってイメージの方がインパクトを出しやすいです。高いボールに対してはヘッドはやっぱ、当たる瞬間は走らせた方がいいです。ヘッドをやっぱちょっとここヘッド使ってあげないとボールは走ってくれないで、このままこう腕でヘッド走らせないと腕全体でぶつけに行くことになるんで、そうなると、ぶつけるのはできるんですけど回転がかかってくれないんで先端は振った方がいいです。で最後は、ヘッドはもう回りすぎないように、例えばもうまっすぐ正面までもう向くと振りすぎです。あとまあこっちに行ったりとか、もう当てたら止めるぐらいのイメージで持っていった方がいいです。はい。ループドライブなんですけど、まずどういう時にループドライブをするのか、相手のボールが深い時とか、まあ低い
ボールとかにすると思うんですけど、強く打てないとき、強く打つときと違うのはラケットの引く場所、ボールの気持ち下から入った方が回転かけやすいです。ラケットも下げるんですけど、足、まあ、絶対膝は使ってあげてください、はい、これが例えばもう本当に手だけ下げるとこう真下から真上に振り上げちゃうんで、そうなると体の力がやっぱボールに伝わってないんでネットミスが多くなったりとかしちゃうんで、できるだけ手と膝と、まあ、体を同時に下まで落としてあげてください。ボールの捉える場所は強くいくときと僕はあまり変わらないです。さっき言ったボールのちょっと左上ぐらいを捉えてあげた方が回転かけやすいです。スイングは、強くいくときよりはちょっと気持ち上に振ってあげた方がいいです。やっぱ低いボールなんで前に振るとネットミスが増えちゃうんで、強くいくときよりかはちょっと上で、スイングは、強くいくときと一緒で最後こう振りすぎない、先端が前に行ったりとかこうなったりしちゃうと力伝わらないんで、もう当たったら止めるぐらいでいいです。そしたらちょっと今から見本やってみるのでお願いします。では白石コーチありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さんもこの映像を参考にしていただいて、はい、白石コーチみたいなしなやかなバックドライブをぜひできるように一度試してみてください、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。